アン・オブ・デンマークは、イングランド王・ジェームズ1世の王妃。父は、デンマーク・ノルウェーの王・フレゼリク2世。クリスチャン4世は弟。ジェームズ1世、6世の祖祖父である、スコットランド王・ジェームズ4世の母、マーガレット・オブ・デンマークもデンマーク王家出身であるが、アンはその弟・フレゼリク1世の彦にあたる。1585年に、ジェームズ6世と婚約したが、 はじめデンマーク・ノルウェーがスコットランドへ影響を及ぼすことを恐れたイングランド女王エリザベス一世の反対でジェームズ六世が一旦縁談を諦めた。しかし1587年にジェームズ六世の母で前、スコットランド女王メアリーがエリザベス一世に処刑されるとスコットランド貴族たちが縁談を蒸し返し実現する運びとなり1589年8月20日に ジェームズ6世の代理を立てた結婚式を挙げ、11月23日に直接ノルウェイのクリスチャニアまで出向いたジェームズ6世と結婚した。翌1590年4月にジェームズ6世はニーズマーンと一緒に船に乗ってスコットランドへ帰国したが、途中で遭遇した嵐が魔女の仕業とされ、魔女裁判が断行される騒ぎになった。ブロンドの美貌の女性であったという。 しかし、軽薄で浪費癖があり、スコットランドの王妃であった頃から財政を脅かし、宝石好きが講じて装飾品を買い込み、金細工試験金貸しのジョージ・ヘリオットから借金を重ねた。また夫との間に、異かいが絶えず、長男ヘンリー・フレデリックを生んだことが、異かいのきっかけになり、 アンが父にちなんで息子にフレデリックと名付けたかったのに、大使、ジェームズ六世は、ヘンリーと名付けたかったことで争い、ヘンリー・フレデリックを、スターリング城から出さない夫に大使強引にしろから、出そうと格索したことで、夫婦は一層疎遠になった。1603年に、夫がイングランド王に即位したためロンドンにへ移ってからは、イングランド宮廷のカビな行事や催し物書に、入り、 ベンジョンソンなどの劇作家による仮面劇をたびたび模様し、自分も演じたという、次女や側近を多数連れての大旅行を好み、保ーチバースはお気に入りだった。また建築狂いで、妙な建築物を多数作って莫大な負債を残し、夫を困らせた。信仰に反然としないところも夫の悩みになり、結婚当初はプロテスタントであったが、ロンドン移転後の翌1604年に、 カトリックに回収した。そうしておきながら、死の床で、自分はプロテスタントであったと告白して亡くなった。案がなくなると莫大な負債が残され、夫は悩まされることになった。彼女については、空っぽの党と酷評する人もいたという。政治に了解しなかったが、夫に、ロンドン党へ投獄されたウォルター・ローリーに、息子ともも課題れし、 うつ病気味だったところをローリーに調合した薬を与えられたと言われ、夫に釈放をかけ合った。また実現しなかったが、1606年に、アンの弟クリスチャン4世がローリーを招聘したいと、ジェームズ1世に申し入れ、ギアナを征服して、プロテスタント国家で、スペイン包囲網を施行とした。夫との間に三男四女を産んだが、成人したのは一男一女、チャールズ1世と、 プファルツ選定校、フリードリヒ5世の日エリザベスだった。長男ヘンリーは国民的人気があり、18歳で創生しなければ、イングランド内戦もチャールズ1世の処刑もなかっただろうとさえ言われた。また、娘、エリザベスの孫がハノーバー長初代のジョージ1世である。ありがとうございます。